ソウルイーランドフットボールクラブは韓国のサッカークラブである。2014年4月、韓国の財閥であるイーランドグループが K リーグチャレンジへの加盟を目指した総理追講書を韓国サッカー連盟に提出し、2015年から同リーグへの加盟が認められた。ホームタウンはソウル特別市で本拠地はソウルオリンピック市競技場だ。ただ、競技場の陸上トラックの上に、 可変座席を据え付けており、実際には5216席が運用中である。2019シーズンは、3室総合運動場が、第100回韓国全国民体育大会のため、4から6月中、その後の障害者体育大会のため8月以降の、競技場仕様の見通しが立たず、その間のホームゲームをソウルから約80キロメートル、離れた中世南道天安市の、 天安総合運動場にて開催することになった、初代監督は、スコットランド人であるマーティン・レニーが選任された。参入初年度の2015年の選手登録期間に、金長光、金有重、長元博など、サッカー、大韓民国代表出身受給した一方、ジャマイカ代表のライアン・ジョンソン、U-22 本代表のカレン・ロバート、 トリニダード・トバゴ代表のカルアイル・ミチェルなど、以外の代表出身選手も登録した。レギュラーシーズンでは4位となったが、K リーグクラシックへの昇降格プレイオフは勝ち抜けなかった。2016年には6位となって、特質差のため、フザン・アイパークによって、K リーグクラシックへの昇降格プレイオフへの進出失敗を経験した。2017年は8位だった。 2018年シーズンは、観客動員にも伸び悩み成績も低迷し、再開に終わった。2019年シーズンは巻き返しをするべく、ウルサン現代 FC にも所属歴がある、元日本代表の増田哲史氏などを獲得した。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。INFOLIFE.net, E-Land g r o アジア最高の人気球団を作りたいソウルイーランド2019シーズンの一部のホームゲーム展案開催確定。ありがとうございます。